あーヤギやろ、ヤギやろ、あーヤギだ、ヤギかな。ちょっと時間が空いてしまい申し訳ございませんでした。ヤギやらな、前世はヤギやったような気がしている。なんだっけ、あーそうそう、コレクションアイテム集めてるな。とりあえずそれをもう集めきってしまおう。いつまでやっとんねん。あ、これ何、あーウィーファイアボックスということは、あー危ない、ストーンと落ちたら、いやそれはそれで面白かったけど、ちょっと動画的な都合で。違う違う違う、ここですよ、ここ。ローグラビティテイスティングファーフェフェクトファトリー、ここね。ここに、あ、ほんとか穴開けるやん。ファックザポリス警官、ほんとほんまにお前はファックやな。ここにいくつかあるらしくて、こんだけか。この箱をこううまいこと乗り継いで、あ、あー重たいね。今んとこや。よし乗ったぞ。よくよく見るんや、絶対この上にあるはずや。ん、お、まさか、果たしてこんなところに誰が置いたんだ。痛い痛い痛い。これを取るときはこれを使うといいよというのを見ました。なるほど。はっ、あーピンチー待て待て待て、あー、なんか奇跡が起きた。よし、いける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 、もう一回食べ食べて、おー、むずい。え、難しくない？なんでこんな午前3時とかに大の大人がキャーキャー言いながらゴードシミュレーターやな。ほんま、僕はこんな大人になる予定ではありませんでした。小さい頃の夢は漫画家でした。この辺からかな。こうタイミングを見計ろう。せ、ヤギの動きもゆっくりになってることを忘れてはいけない。痛っ、よし、これが痛い。タイミング痛い、見計らって痛い。ここいかんか、いかん、これはいかん、これはダメだ。いやー難しくないですか。これですよ、これ見てください。ほら、エンジェルコートは実は滑空がグラインドができるわけですね。これほら、ピタッと、これを利用してタイミングを調節して取る。これだ、よし、いけ、今じゃー、はあ乗った、まただ、いけ、の、あ、え、え、え、お前は何をしているんだ。頑張れ頑張れ、もうちょっとや、あー、遠ざかった。いや、ここで止まる、よし、止まることによってチャイミングをずらす、チャイミングを、オッケーオッケーオッケー。何してんの君、どこ行くの、どこ行くの、どこ行くの、オッケーオッケーオッケー。まだ死んでない、まだ死んでない、まだ死んでないよ。オッケー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 。ジャンプで、この行き過ぎ、オッケー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 。おい、どこ行くの、戻れや。お前、逆らえ、もっと逆らえ、自分に抗え、自分の運命に。なぜ時計回りにこだわる。ああ、回ってみた、こ、真上に、オッケー、いいよ、そこで、あ、なんかすごいところおった。これは勝ちゲーなのでは。やったー、やりました。建設現場の屋上だから、ここの一番上か。
こっから上どうやって上がるの。あ、いいのあるやん。そうよ、そういうやつを探したのは。ちょっと上げて。あー、いいですね、このエンジェルゴート特有のふんわりジャンプ。ふんわりジャンプ、ふんわり。こっから屋上に行けるっちゅうわけやな。行けるかな。あれ、行けるか。あれ、行けるか。屋上って要はあっこやろ。屋上に行くルートあるかな。うらっ、あ、いや、エンジェルコートのこの飛行能力を駆使すれば可能なのでは。お姉ちゃん何してんの。よし、行くぞ。なあ、あー無理か、惜しいな。地下に登る方法はありそうな気もするけど、やはり鉄塔を使うのが賢いか。しゃ、この首ぐるんぐるん回ってるけど、これで一枚まで上がって、で屋上にジャンプかな。うわ、あいつまだいる。ここからよいしょ。あ、あった、あれか。よし、今何個手に入ったやろな。あとね、あの鉄塔の一番上、あっこにもあんねんけど、あれはちょっと取るのが難しいっぽいねんな。よいしょ、このトイレのそば、あったあったあった、いた。ああ、怖っ。これちょっと中でバランス崩して手ついたりとかしたら大変なことになるよね。何何、こいつらがデモ活動している。あ、裏、あった、いった。何のデモ活動してんねったっけ。あ、せやせや、チンコや。あとコーヒーステインスタジオの屋根の上、ほうほうほう、ここの上が、よいしょ。あー、あった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 、結構取ったんちゃうか。首生き物じゃないねんなってふって思ってしまうからやめてほしい。見下ろす、あ、あれや、どうやってそんな、あれ、え、まさかこれは、ちょっと厳しくないですか。よし、あ、いけたわ、全然いけたわ。よし、はーいや、ちょっと待って、ちょっと待って、待て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 、お前もうちょっと頑張れ、もうちょっと頑張れって、おいくそ、この上にあんねんな、最後のやつが。ちょっと待って、もう一個だけ取ってない、ちょっと取ったかどうかは覚えてないのがあるから確認に行きたいねんけど、このコンテナの中のやつ取ったっけ。あ、取ってなかった。よし、じゃあこれで29個取ったのでは。まだ取ってないかな。とりあえずこの鉄塔の上のやつを取りに行きたいと思います。よし、来たぞ。これがラストであってほしいな。この上に乗るためには普通のジャンプでは届かないんですね。届きましたね。ちょっとジェットパックを使って一瞬上に上がることにより乗るんですって言おうと思ったんですけど、エンジェルコートのジャンプ力で普通に届いてしまいましたね。はい、 R1 ボタンを間違えて押さないようにしましょう。 R1 ボタンちゃうわ、 R ボタン、 R1 ボタン、ドローラーでできるか、こんなゲーム。これで30個、あれ、まだか。え、何取ってない。どれ取ってないのか分かんないので一個ずつ確認していきたいんですけど、そういえば私一応このコレクションアイテム集めるのに公式ウィキを見てるんですけど、公式ウィキが発売日5日後の最終更新から一切更新されてないっていう、
そもそもウィキの中にこのコレクションアイテムの場所を示しているページしかないっていう。仕方ないね。痛い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 。ちょちょちょ。よしよしよし。危ない危ない。本気で死ぬかと思った。あ、これか。あー、もう草に擬態してた。あー、よっしゃ、これか。アンロックスペースゴート来ましたよ。宇宙、このゲーム宇宙大好きやな。やった、確認書 OK、 これでとりあえず完全クリアということでいいのでは。見るぜ、スペースゴート見るぜ。どこだ、当たった。スペースゴートプレイ。宇宙ですからね、宇宙行っちゃいましたから、もうジャイアントとかフェザーとかそんな規模じゃないですよ。宇宙これねこれね、サンクタム2の敵キャラですね。あの、このゴートシミュレーター作ってる会社がサンクタム2っていう、あの FPS ファーストパーソンシューティングゲームとタワーディフェンスをひっつけたみたいな、まあ、割と面白いゲームを作ってるんですけど、それに出てくるあの上空からの攻撃しか効かない敵ですね。どこをどう見てヤギなんこれ。もう言っちゃうけどヤギじゃないよね。捕食。これちょっと待って、ああ連れていける。しかし車には負ける。食うてるやんこんなん。もうそら逃げるわ人も。これ組み合わせたらどうなるの。エンジェルかつジェットパックかつスペースゴートやとどうなる。まあ白くはなってると思うねんけど、白くなっててジェットパックをつけててそれだけかな。あ、ジェットパックそこにつくんや。怖っ。これはこういうモンスターやないか。しかし車には負ける。全部組み合わせてみよう。全部組み合わせるは過去にやったけれども、あの時スペースゴートいてなかったから、また新たなる生き物が誕生するはずやん。ってなったらどうなってるのかっていうのが。ちょっと待って、ちょっと待って、ということは、ということはごめん、ちょ待って、今ダラーンとしてたやつつって犯人ジャイアントコートやろ。ジャイアントコートだけ抜いたらどうなんの今の。ジャイアントコートだけ抜いたら、あの今のが。気持ち悪い。なんで色変わった今。なんで色変わった。ああ。ちょっと待って。気持ち悪い。はい、というわけで、ご視聴どうもありがとうございました。ヤギのゲームでした。いやー、これね、ヤギをこうやって操作してね。可愛らしい。嘘です、すいません。いやー、まあ一通りこのね、最初のマップは遊び尽くしたのではないでしょうか。という感じで。よくここまで見ましたね、皆さん。こんなゲーム。私が言うのもなんですけど、こんなゲーム。どうもありがとうございました。まあこれで一通り終わりとしたいのですが、次回からなんと、砂漠編、お楽しみに。